室かな。入った入ったね。室は食ったのかな。室食った。ちょっと置いといて。今私の仕掛けに小さい室が食いました。今その室を泳がせてカンパチやニラダが食うのをちょっと待ってます。回遊魚の場合はシーズン遅くなってこうベイトについちゃうとオキアミ食わない。でベイトのものは食べてやっぱり食べ応えがあるじゃないですか、オキアミよりも。で常にあるものだからそっちへつきやすくなっちゃうんですよね。さあ着きました。ソーダかな、食ったの。今行ってるな。持ってってますね。もうちょっと食い込ませたい。行きましょうか。そうそう。なんか食ってる。なんか食ってる。いい引きですよ。下へ突っ込みます。カンパチっぽいです。さあ浮き合い見えてきました。さあ浮いてきましたよ。何でしょうか。カンパチですね。おいい引き引き。はい、ライト。すいません、ありがとうございました。お騒がせしました。やっと釣れました。狙っていたカンパチです。皆さんのご協力により。おー、いいじゃないですか。やっと釣れたカンパチです。1キロ弱ぐらいの方だと思うんですけど、いい引きをしてくれました。ムロアジがついて少し待っていると浮きが出てこなくなっちゃったんですね。そして浮きがスッと糸が走る感じで入っていったので、でちょうど船も来ちゃったんで巻き上げようと思ったら食ってました。で合わせた瞬間からも強い引きでしたのでカンパチかなと思いました。カンパチはやっぱりイナダよりももっと下へ下へ突っ込みますので、うん、竿もよく曲がってくれました。まあ、普通のカゴ釣りは浮きがこう入ったらまあ一呼吸置いてこう合わせてやり取りするんですけど、これはまあちっちゃい息がついて糸が走り始めて合わせるんで、ちょっとやっぱタイミング違うんですよね、普通のカゴ釣りとは。うん、まあ、そこもまた面白いところかもしれない。ドキドキしますよね、ムロがついてから本命魚が食うまでの間。うん、さらにこう糸たるんだ糸がこうスーッと走っていくその様子、それやっぱたまんないと思いますよね。他の釣り方ではない。今室をかかりましたね。きっと浮きは見えません。ここから持ってってくれるといいんですけど、出てきませんね。今浮きが沈んでますんで室は食い上げてませんから絡みにくいと思いますね。当たりは出やすいはずです。ここから吹かれてる糸がキューッと入っていけば本命なんですが、走り始めました。行きました行きました行きました行きます。乗りました。何でしょうか。こんなに大きくないな、これ。乗りました。ちっちゃいカンパチみたいですね。ちっちゃいカンパチです。すいません。はい、ありがとうございました。はい、今ムロアジが食って浮きがこう出てこずにちょっと待ってました。なかなか糸が張らなかったんですけど、そうですね、1分半ぐらい待った時に糸がこうスーッと張って竿先にもみが来ました。そこで合わせを入れました。まあ、ショウと呼ばれる大きさは700グラムぐらいまで
やっと小学校卒業したなというのはこのぐらいの形じゃないですかね。小さめのカンパチです。針はがっつり飲んでます。喉の奥にかかってますね。投げます。浮きが入りました。さあ持ってくでしょうか。これも浮き側に走ってくれれば、まあ、浮き出てきませんけど、手前来ても浮き出てこないから、油断してると手前に潜られるかもしれないですね。重たいかな。これは何でしょう。これは何でしょうか。ちょっと重たい。お、これはカンパチっぽいな。いい曲がりしてます。カンパチですかね。カンパチですね。今日は一日カゴ釣りをしてみました。そしてこのような釣果が上がりました。まずはカンパチ、立派なサイズです。そして小さなカンパチ、これは小さいですね。そしてイナダと、これも太ってて脂がありそうです。そしてヒラソウダ、小さいですがヒラソウダです。そしてこれは丸ソウダのチビ。今日はこの5種類の魚を釣ることができました。楽しい釣りでした。